ダルハウジー伯爵は、スコットランド貴族の伯爵院。第二代、ラムゼー教、ウィリアム・ラムゼーが1633年に除されたのに、始まる。十代伯、ジェームズ・ブラウン・ラムゼーの代の1849年には、連合王国貴族、ダルハウジー公爵に除せられているが、彼一代で廃絶している。2016年現在の当主は17代伯、ジェームズ・ラムゼーである。 ダルハウジーのほか、ダルフージとも表記される。インド総督を務めた初代ダルハウジー公爵、10代ダルハウジー伯爵ジェームズ・ブラウン・ラムゼー・ラムゼー氏族の属長で、スコットランド議会議員を務めたジョージ・ラムゼーは、1618年8月25日に、スコットランド貴族メルローズのラムゼー教に、名称変更された。その長男で2代、ラムゼー教となったウィリアム・ラムゼーも、 スコットランド議会議員を務め、1633年6月26日に、スコットランド貴族、ダルハウジー伯爵とケリントンのラムゼー卿に助せられた。これが、ダルハウジー伯爵家の創始となった。八大伯、ジョージ・ラムゼーは、フリーメイソンのスコットランドグランドロッジグランドマスター、スコットランド貴族代表議員、警察卿、スコットランド教会総会への直視等を歴任した。 彼は、母方のおじにあたるモール家から財産を相続したが、長男ではなく次男ウィリアム・ラムゼイにこの財産を継がせた。ウィリアムはこれを機に、モールと改正し、1831年9月10日には、連合王国貴族、フォーハー州におけるブレチン・レーバーのパンミューア男爵に除されている。一方、八大白の長男で九大白衣を継承したジョージ・ラムゼイは、 フリーメイソンのスコットランドグランドロッジグランドマスター、スコットランド貴族代表議員、ノバスコシア総督、カナダ総督等を歴任し、1815年8月11日に、連合王国貴族エディンバラ州における、ダルハウジー城のダルハウジー男爵に助せられた。旧大博が死去した際に生存していた、唯一の男子である十大伯、ジェームズ・ラムゼーは、保守党の政治家であり、 通商庁副長官、通商庁長官、インド総督等を歴任した。またフリーメイソンのスコットランドグランドロッジ、グランドマスターも務めた。彼は、インド総督として、近隣諸国や支配下の半王国の併合を強行に、推し進めたことで知られ、植民地インドをより強力に、総督府の統一的支配下に置くことに成功した。その強力な支配力のもとに、内政改革を、 次々と実行した。しかし彼の強行政策は、後のインド大反乱の原因の一つとなった。インド総督在任中の1849年8月25日に、連合王国貴族エディンバラ州における、ダルハウジー城及び、パンジャブのダルハウジー公爵に除せられたが、彼には、男子がなかったため、この爵位は一代で耐えた。十代伯の死後、八代伯の次男初代、 パンミューア男爵ウィリアム・モールの息子である、第2代パンミューア男爵フォックス・モールが11代白を継承し、生をモール・ラムゼイに改正した。彼は、ホイックの政治家として、戦時大臣、インド庁長官、陸軍大臣などの閣僚職を歴任した。またフリーメイソンのスコットランド・グランド・ロッジグランドマスターも務めた。 しかし子供はなく、パンミューア男爵位は彼の死と共に廃絶した。11大白の死後、8大白の4男ジョンの次男であるジョージ・ラムゼーが12大白を継承した。彼は海軍大将まで昇進した王立海軍軍人であり、1875年6月12日には連合王国貴族、フォーハー州におけるグレンマークのラムゼイ男爵に除せられている。 その長男である十三代白ジョン・ラムゼイは自由党の政治家であり、1886年にはスコットランド担当大臣を務めた。その孫である十六代白サイモン・ラムゼイは保守党の政治家であり、エリザベス皇太后の宮内長官を務めた。その長男である十七代白ジェームズ・ラムゼイが2016年現在の党首である。彼は2009年から王室家政長官を務めている。 本邸は、アンガス州、ブレチンにあるブレチン城。家訓は、祈れ、そして働け現在の当主第17代ダルハウジー。伯爵ジェームズ・ラムゼイは、以下の爵位を保有している。ありがとうございます。